最初に降りたとこの外のサプライ開けないのは時間的な問題ですか？ぶっちゃけそっからいいもの出たとしても上でマーケット開いてくれるから。あとたまにあのバンガ専用のパッケージとか老婆専用のパッケージとか、あれはバンガだけかになるからいいかなと思って2つサプライ置きっぱなしかも。なんだかんだ毎回ローバーウルトで回収してるからっていう理由かな。なんか私ビーコン読まなあかんから外出る暇なあるんかな。まあコーチに聞いとくわ。ちーちゃんが言ってた。あー、ちーさんが言ってたんか。一応中入りムーブだからね。私なんだかんだビーコン見て上上がってなんかバッて作ってあさってってしてたらもう行くよーの時間になるから、聞いてみるか。最初降りたところの外のサプライボックス開けるべきですか？なんか移動しやすいっていう理由でハーベスターでもあるから一旦聞いてみるわ。まあ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 、全然全然ありがとう、コメントで気づかしてくれて。あ、こんにちは。外のあれっすよね、あのハーベスターの内側のやつ。あ、そう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 、行く方がいいっす。開けます？あそこ、てかあの中側、うん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 、ドア側の方までは、うん、あの中に物資ないじゃないですか。うん、だから外のボックス開ける、そこのボックス開ける、内側入るが一番効率いいと思いますよ。あー、この一番最初に開けるところから右の道路出口に入らず、そうです、あさって左側の道路通って外側、そう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 が効率いいかもしれない。内側の、オッケーオッケーオッケー、わかりました。いいです、ありがとうございます。老婆の枠が一つ開くから、それで、うんうんうん、っていうコメントのおかげで。ナイスコメントかも。あざっす。ゆうきちひろが正しいということで、ゆうきちひろもね、ゆうきちひろ式老婆の枠もったいないから開けろ、ハトコメントです。コメントルート変えます。はい、ありです。おい、ナトノプティ寝てるって。なんだなんだ。